ママ、初めての塾行ってきます。お、ついに塾行くんだ、この二人。なんでバカなお前が一番楽しそうなんだ。リオン、賢くなってくる。頑張ってきてね。気をつけて。こういうの割とあるあるで、バカな子っていうのは一番楽しみにしてるんだよ、こういう新しいものっていうのは。で、頭がいい子っていうのは別に楽しみにはしないんだよね。じゃあ二人とも行ってらっしゃい。頑張って、初めての塾。さあ、来ました。まあ、塾は本当にあの、真後ろなの。なんかま、あそこの柵越えていった方がいいんじゃないかってぐらい、すごい近いんだよね、塾。いや、ちょっとね、前回の、リオンのテストの点数がもうとにかく悪くって、もう悪いどころじゃない、一番最低点数だったの。0点というね。だからやっぱりちょっと、塾に通って、多少なりとも、勉強できるようになって、テストでもね、いい点数を取ってほしいですね、やっぱり。ここですね。桜進学塾ということで。いや、頑張ってくれ。うちは塾に通ったことがないからね、塾というものがよくわかってないんですけど、まあ、学ぶところだっていうのはわかりますね。みんな通ってました、塾。まあ、今もナウの人いるかもしんないけどね。階段を登ったら、塾の生活が始まります。いや、塾の先生とかもね、気になるしね。来た。お、こんにちは。来てくれたね。お友達も待ってるよ。お、塾の先生。ちょ、顔を見せてごらん、顔。先生、よろしくお願いします。やばい、超イケメン。うわー、これ待てよ、リオ。勉強どころじゃなくなりそう。どんな顔なんだろう、どうしよう。ポンコ、ポンコも掘りやすいからな、結構。あ、リオンです。よろしくお願いします。これ、視聴者のみんな絶対気になってるって、今。どんな顔なのって。絶対気になる。リオンがだってこんな反応してんだもん。じゃ、席に座って。見せないスタイル。顔は見せないスタイルです。お!いっぱいお友達いる!あれ結構これ同じクラスの子もいいんじゃない?知らない子もなんかいそうな感じはする。ここかな?じゃあ席はね。二人の席はここね。まあでも、席に決まりはないから好きなところ座っていいよ。ねえ、リオン!ねえ!ああ!一人でさ。乙女の顔なってるかな?そんなにイケメンなの?よーし、全員揃ったな。じゃあ、まず、先生の自己紹介からいくよ。早く顔を見せてくれ!高西智樹って言います。なんかまともな名前だな。智樹先生って気軽に呼んでね。先生の好きな食べ物は肉まんです。なんか微妙だな。すぐそこのコンビニでよく買って食べてます。趣味はドライブです。うわ、なんか浮気しそう。ごめん。なんかめっちゃ偏見で申し訳ないんだけど、なんかドライブ好きって浮気しそうじゃない?なんだろうな。なんかドライブって浮気のイメージがある。だ、なんか大丈夫かな?ごめんね。ちょっとめちゃくちゃ偏見だからあれだけど。やばいやばい、もうリオンの顔が!きっと、初めましてのお友達もいると思うから、一人ずつ自己紹介してほしいな。確かに、まあ、ともき先生からしても、多分なんかみんなと初めましてだからね、自己紹介確かに必要だ。じゃあ、僕からどうぞ。はい。小学1年生の、ようって言います。男です。見ればわかります。好きな食べ物は、カレーの甘口。おお、ガキだな。趣味は筋トレです。おーおお、趣味だけなんかおじさん臭い。趣味だけ子供じゃないな。好きな女の子のタイプは、黒髪ロングです。聞いてません、そんなの。よろしくお願いします。あはは、好きなタイプまで聞けるとは。みんなも、好きなタイプ言っていけよ。やだよ。じゃあ、ヨウくんよろしくね。ヨウくんはでも初めてかな。じゃあ次。これ、花ちゃんでしょ?花って言います。お、ちょっと人見知りっぽいな。好きな食べ物はイチゴ。趣味はイチゴ狩りを。イチゴでできてるね、花ちゃんね。好きなタイプは、かわいそう、こんな、公開処刑だろ。好きになった人がタイプです。おお、これは全人類惚れました。これはね、あのね、敵に回さない。なんていうか、好きになった人がタイプ、じゃあ頑張ろうってことになるんで。これね、照れた顔もね、またかわいいですね。花ちゃん、モテモテなりそうだな。ね、うちも思った。風花です。お、風花ちゃんもうちのクラスの子だ。好きな食べ物はオムライス。あ、うちと一緒。趣味はお絵かきです。好きな男のタイプは、臭くない人です。よろしくお願いします。的確。それはそう。これ男女ともにね。男女ともに臭くない人がいいから。匂い、気をつけないとな。よし、じゃあ次。小学1年生のリツキ。なんか偉そうな。好きな食べ物は女の子。ま、気持ち悪いな、お前。小学1年生で。趣味は女の子観察。よろしく。気持ち悪いな、マジで。これ要注意です、皆さん。クラスの皆さん。要注意です、これ。少し、将来が心配だ。え、ほんとに。この子多分このまま大人になったらとんでもなくなると思う。お!リオンだ。
どうぞ。うわ、なんかもうリオンやべえ、これ。惚れたね、一目惚れだね、これはね。いや、ここのアピールポイント大事だと思う、やっぱこう。ここ重要だよ。やっぱこう、いい女を出さないと、先生もね、気にならなくなっちゃうから。ここでいかに、いい女ですよ。先生、私に興味そそられませんかっていう、自己紹介をするといいかもしれない。リオンです。塾に通うのが、すごく楽しみでした。お!こんな感想をつけたのはリオンだけだね。好きな食べ物はイカ。ダメ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 !そこは、ソフトクリームですとか、なんかこう、ケーキですとか、言わないと、なんか、チェリーですとか。イカって、おっさんやん、お前。趣味は、ドライブです。おぉ!したことないのに。したことないのに。お、先生と趣味同じだな。好きなタイプは、なんて答える？先生みたいな人です。リオンちゃん、ありがとう。かわいいな。お、松彦じゃねえか。松彦です。つまらなそうだな、この自己紹介。好きな食べ物は、母さんが作ったご飯。うわ、マザコンだ。趣味は勉強と読書。うわ、うちは無理なタイプだ。好きなタイプは少しエッチな人です。お前さ、その真面目でさ、なんか実は俺変態なんだみたいな、モテないです、こんなの。松彦、出直せ。来ました、どうぞ。サエです。え、なんでほっぺピンクなの。待って待って、リオンのライバル現れた。もうもうすでにおどし。自己紹介前からほっぺピンクにしてる人なんてリオンしかいないのにさ、自己紹介前からほっぺピンクだよ。完全ライバルじゃない。ちょっと聞いてみましょう。好きな食べ物はホットケーキ。趣味は勉強とドライブです。わ、狙ってる狙ってる。だって1年生でドライブって何の良さがわかる。うち1年生の頃ドライブとかも興味なかった。一番したくなかった。何がおもろいみたいな。でもうちは今こうやって大人になってドライブっていいなって感じてます。好きな人のタイプは、お、今目の前にいる人です。目の前は、うちか?あら、先生、モテモテになっちゃったな。なんかいるもんね、小学生から人気な男の人のタイプって。なんか優しそうな男の人がね、一番いいんだよね。あ、来た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 !うわ、もう見てよ、この子、さえ!狙ってる!バチバチなりそう。隣の席のリオンと双子です。お、それ言うの忘れてたじゃん。好きな食べ物は牛。もう変わらないね。もうちっちゃい頃から牛だね、なんかね、レオンって。趣味はゲームと散歩。だんだん、なんか微妙だな。散歩っておじいちゃんじゃん、散歩って。好きなタイプはリオンみたいな人じゃない女の子。確かに。もうなんかレオンちょっと緊張気味かな。やばい、めっちゃ狙ってる。あ、最後ですね。あ、最後この子も初めて見たな。小学1年生の匠です。好きな食べ物は駄菓子。イケメンだね、顔整ってるわ、匠くん。趣味はネットサーフィン。ダメ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 、ネットサーフィンすんな。好きなタイプはおとなしい子です。リオンではないの確かですね。よろしくお願いします。匠くん、なかなかいい男ね。みんな自己紹介ありがとうね。楽しかった。楽しかった、うちも。それじゃあこれからこのメンバーで勉強頑張っていきましょう。いや、皆さん、これからですね、このメンバーで勉強が始まります。まあ今日は一旦ね、まあ皆さんにもどういう生徒が来たのかっていう自己紹介がてら、まあこんな風にね、一人ずつ、まあいろいろ自己紹介をしたんですが、まあ次回からはちゃんと勉強をしていくと思うんですけど、なんだかちょっと女同士のバチバチが始まりそうな気がするので、まあそういった点もね、楽しみですね。どうなっていくのか。はい、ってことで、桜塾、これからも楽しみに待っていてください。ということでご視聴ありがとうございました。あつぱん、まあ、引き続きですからね、皆さん、次回は。